よーい、セリナンです。今日ね、また三浦浜来てみたか。今ね、9月下旬の夕方なんだけど、今は干潮で結構ね、潮が引いてるね。私ここ浜辺散歩するのも大好きなんだけど、このね、周りの施設がまた素敵なところが多いので、ちょっとここら辺を散歩して案内しようかなと思ってる。このね、真上がね、これ東屋みたいなの見えるでしょ。これね、今年できたバーベキューの、日帰りバーベキューの会場なんだって。あ、そうだ、じゃあまた今回三浦浜の動画初めて見る人におたけさんから説明してもらおう。じゃあおたけさん、お願いします。はい、おたけが説明します。今回はこちらになります。エリアに行ってもらいましょう。はい、ここですね。はい、三浦海岸周辺を散策レポートっていうところです。こちらはですね、対馬の北部のですね、東岸に位置する三浦浜は、平成8年に日本の渚100選の認定を受けた対馬でもトップクラスの海水浴場があるところだそうです。すごく綺麗ですよね。対馬では珍しいきめ細かい貝殻成分からなる天然の白のですね、浜となっています。太陽光を浴びるとエメラルドグリーンになるこの海は南国を思わせ感動を誘います。こちらはですね、キャンプ場だったり温泉施設があって、夏を中心に島内外の海水浴客を誘うスポットだそうです。アクセスは日田勝港から車で5分、対馬空港から車で1時間33分、三原港から車で1時間55分のところにあるそうです。さて、セリニアンはここでどんな出会いがあったのでしょうか。なんかね、さっきから枝がパキパキする音が聞こえるんだよね。人じゃない感じ。鹿ちゃんがいるんじゃないかな。ほら、なんかいるよ。なんかいるよ。いないかな。ここのね、上に柵がちらっと見えるかな。この柵の向こうはね、キャンプ場になってるの。だから歩けることは歩けるんだけど、いないみたい。何も分かんなかった。でもなんかいるかも。この浜辺からね、浜辺からこう坂を登っていけるの。
がね、バーベキュー会場になってるはずなんだけど、いけない、まだできてないのかな、あ、まだできてないのかな、まだっぽいね。あ、ここ階段ができようとしてる。またなんか一段上がって。眩しい。なんかできようとしてるね。ここが水事場。水道が流れるところ。で、ここに座って。食べるところ。で、あずまや。あ、さっき下から見えたところだ。まだ工事中だ。出来上がってないね。うん。まだ草ぼうぼう。で、ここから浜が見えますよって感じ。これ絶対すぐに木生えるよね。うっそうとしてすぐに見えなくなりそう。これはきっと崖から落ちないように柵を作るんだろうね。今は眺めがそこそこいいけど、まだできてなかったよ。じゃあいつできるんだろうね。今年中かな。今年の夏は逃したね。このね、なんでここにバーベキュー会場を作ってるのかっていうと、下の三浦浜のね、ビーチでは、バーベキューしちゃいけないの。禁止されてるからね。だから、三浦浜まで来て、バーベキューしたいよーと思っても、できなかったんだよね。で、やる方法はあるの。バーベキューする方法あるんだけど、そのためには、こっちのね、右の方にね、歩いていく、キャンプ場。キャンプ場に泊まらないといけないんだよね。こっち浜ね。キャンプ場を。夏過ぎてるから、あんまり泊まる人いないかも、だけど。対馬の人ってね、そんなにキャンプしないんだよね。普通に大自然の中に暮らしているから。あ、なんかまた、あ、お、あ、ウリボーだよ、ウリボー、ウリボーがいたよ。ウリボーだ。え、ウリボー。待って待って、ウリボーがいたってことは、近くにママンがいるんじゃない、イノシシママンがいるんじゃない？やばくない？今見えた？ウリボー。いない、今ウリボーがいたよ。一瞬だけど見えたかな。でもウリボーいたってことはさ、イノシシママンがいるってことだよね、近くに。ちょっと怖いけど、こ
こがキャンプ場。ほら、あれ。普通にね、普通にっていうか、もともとこのキャンプテントがシーズンになると張られて、で、何個かは外されてるんだけど、これ。もうキャンプが張られているから、そのまま泊まればいいってやつ。便利だよね。キャンプ、テント張るの大変だからね、結構。こっちが三浦浜の隣の浜、ビーチ。草ぼうぼうなんだけど草ぼうぼう。あ、やってきた。あ、やってきた。あー、夕方もいいね。ここは泳げないね。泳げないけど綺麗。一応ここにもテントが建てられるよーってなってる。ここね、2年前くらいまではね、韓国人のキャンプする人でいっぱいだったみたいで、超満員だったらしい。ここでキャンプファイヤーするんだね。火遊び楽しいもんね。こうやってここに座って、あ、薪発見。あー、消し炭がいっぱいあるよ消し炭持って帰っていいんじゃない、これ。これすぐ燃やせるよ、これ。ここにもいっぱい火つけたら、まあ、つけないけどね。楽しい。あ、あそこにさ、枯れた松あるでしょ。あれをね、火つけに使うとね、いいんだよね。ここでね、10代の時キャンプしたことがあって、真夏にね。で、暑いかなと思うじゃん。寒いんだよね、うん、っていうか蒸し暑いし、真夜中過ぎたらね、すごい寒くなってきたの。だからね、結構大変だった温度管理が。あー、夕日が、眩しい。空。ここもね、星空綺麗だよね、きっとね。ここ市営のね、キャンプ場だから、そんなに高くないんだよね。いくらだったかな。あ、あそこが炊事場で、そこでね、一応バーベキューができるの。でも、泊まる人しかバーベキューできないから、日帰りでバーベキューする人用に、さっき見せたところを今作ってるらしい。ウリボー最近よく見るんだよね。カメラに映ったかな、ちゃんと。この上ね、ネギサの湯っていうね、日帰り温泉施設なんだけど、あ、いな
か来た。あ、なんか来た。あ、なんか来た。あれ、バスが来たよ。バスが来た。あ、あれは、なんだろう。スクールバス？スクールバスだね。スクールバスはいいんだけどさ。このね、なぎさの湯っていうね、温泉、泉質が良くて、私大好きな温泉。でもね、今日ね、実はね、入りに来たんだけどね、定休日だった。残念。定休日だった。空いてたらね、レポートで来たんだけどね。あ、あれ？あ、あれ？閉まってる。新型コロナウイルス感染防止のため、8月21日から当分の間休業。あれ？おかしいな。こないだ空いてたんだけどな。また閉まっちゃったんだ。わ、残念。また休業だって。これは、入れないね。残念だな。まあ、また、再開したら、レポートするね。山がね、こんな。めっちゃいいとこでしょ、ここ。あ、何今の。フォーンってなんか鳴いたよ、フォーンって。なんだろうね。でね、温泉スタンドっていうのがね、あっちの向こう側にあってね、100リットル100円とかでね、販売されてます。あー、わー、やっぱ、江戸浜いいわー。あー、芝生が。カットされてる。刈られてる。こうやって、ちゃんと綺麗に管理されてんだね。ね、あっちの岬の突端の方にね、あの遊歩道があるから、それもね一緒に散歩に行こうと思ってる、みんなと。砂浜が、粒子が重たいからズブズブ困る。はーい、仁淀浜の周辺を歩いてきた。どうだったかな。ここね、結構な観光地だからね、周辺にいろいろ楽しむスポットがあって、まだね完成してないやつもあるんだけど、完成したらここでバーベキューとかやりたいな。じゃあまた対馬で会いましょう。じゃあのー。